ランチャイズ版令和の虎。ではどうぞ。失礼します。今宵も全国展開の野望を抱く志願者がフランチャイズの猛者たちへと食らいつく。まずはご経歴をどうぞ。木原誠太郎、45歳、東京都住まいです。最終学歴は大学卒業で、現在の職業はディグラムラボ株式会社という、まあ、性格診断を診断している会社を経営しております。今回フランチャイズチャンネルに求めるサポート内容を教えてください。加盟店の開発をお願いしたくてこちらに来ました。あなたが思い描く FC の姿は？心理学と統計学の性格診断でお客様の心をつかんで、誰もがストレスのない最高の支援サービスを実現させたい。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッツ・ザ・フランチャイズ。簡単な経歴からお願いします。2001年に法政大学を卒業して、その後電通リサーチに入社しました。で、電通リサーチ退職後、クリエイティブブティックを経営して、その後ソーシャルネットワークサービスのミクシーに入社し、その後電通に再入社をしています。2013年にディグラムラボ株式会社を設立しました。今回の事業プランを簡単にご説明ください。もともとディグラム診断というのは、心理学×統計学のロジックを用いた、まあ、診断テストなんですけど、今まではいろんな企業さんからの受託の診断テストを、まあ、ずっと10年間ぐらい受けてましたと。その中でいろんなデータが溜まってきております。で、そのデータが溜まってる中で、僕らが着地しているというか着目したのは、この性格の人はこんな行動を取るっていう、そういったデータを見つけましたと。そういったものをノウハウ化して、今回のディグラムスカウターというものを、まあ、開発しましたと。そういったところの、その売る仕組みというものをフランチャイズ化して、ノウハウ化して売っていきたいというところが今回の簡単なビジネスモデルです。なんか最近流行りの MBTI とかもなんか気になってて、はい、なんか僕も MBTI の使ってなんかこうサービスみたいなの始めようかなと思っていろいろ調べたんですけど、結構あれも高いですよね、はい、そうですね。アカウントというかね、 MBTI だと1個のアカウント自体がすごい高いんですけど、うん、僕らの場合はサブスクでデータを提供しようかというふうに考えてます。もともと僕は統計の専門家なので、いろんな統計が溜まってますと。例えば辛いものを食べる人は厳しさが高い人だとか、優しさが高い人と協調性が高い人の相性ってものすごくいいよねとか、人間の性格だったりとか相性だったりとか、まあ、そういったものを研究開発しているっていうところのところは強みでして、コスト自体は結構下げられるっていうところはあります。うん、初めて聞きましたけどね、はい、このディグラム診断。10年ぐらいもう活動はしてるんですけど、メディアでこういった喋りとかもしてたりとか、企業さんの受託案件では割と調査開発および分析っていうのは結構してますね。というわけで、さっき僕らが多分受けたと思うんで、それを診断してもらった方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。5人ともやっていただいたんですけれども、どうすればいいですか今から。何があったって多分出てきたと思うんですけど、その方によって話し方だったりとか、その人の特性みたいなものが出てくるので、それぜひ診断させてもらえればなというふうに思います。まあ、つまりその何型かっていうのを踏まえた上でお話してくれるから、今日全員どっぷり出ますよ。確かに。そういうことですよね、きっとね。性格に合わせたプレゼンが飛んできて、なるほど、これはいいフランチャイズだってなって、全員どっぷりか。全員加盟しますって出るんじゃないですか、これ。そういうことですよね。ということは、これは診断結果をそれぞれがなんか読んでもらえばいいってことですか、今。何型って何とかタイプっていうのが多分出てきてると思うので、はい、それ言ってもらえれば僕の方で診断します。なるほど、はい、じゃあ竹村さん何型でしたか。ね、僕このなんか一番変な形が悪いこれですね。ライン型3ですね。あ、そうなんですね。全く一番下の手なんすかそれ。でもこれ実際言うと竹村さんの性格って日本人に一番多い性格です。こんなのばっかりだと困るじゃないですか。こんなの多くないよ。でも実際ページ見てもらうと分かるんですけど、 15.8% 日本人の中で存在していて。何ページですか。ページ数でいうと12ページ目ですね。なんか読んだら、はい、人生を瞑想中って書いてあるから、こっちは酩酊中だからね、人生を。うまい。ライン型の3ってやつ。はい、そうですね。本当だ、一番多いね。日本人に多いしか言えないだろう。カモさんどれですか。僕は模範的な優等生って、まあ、台形型1っていう性格ですね。で、全体のシェアでいうと 3.1% なんですけど、大きな会社のリーダー部長とかになる人が割と多いですね。
データで見ると。いや絶対これ当たってないでしょ、だって僕とカブちゃん一緒だもん。絶対性格違うでしょ。いや似てるところはあるよ。いやあるけど。ちなみに僕も台形型一致です。絶対違う。そんな気にしないでくださいよ。この3人一緒ってこと。カブちゃんと稲葉さんと林さんは台形型の一致なんですね。そうです、はい、で僕アクティブリーダータイプって書いてあります。あ、その下のところになんて、あ、そうですね。あの全部台形型1の人はアクティブリーダータイプっていうところに所属すると、うん、まあ、31個性格が全部であるんですけど、31個をもうちょっと9個でカテゴリーするとそういう性格になります。だけど、福田さんは？僕ムードメーカー型でしたね。あ、じゃあ M 型っていうタイプですね。M 型。多分ノリがいいタイプで出る。ノリがいい。はい。やだな。それは当たってそうですね。優しさがすごい高くてノリが良くて、はいはい、ちょっと感覚的、まあ、例えば論理性が低いっていう性格が、はいはいはい、性格になると思います。正解。M 型。M 型という性格ですね。1.7%。はい。少な。岩井さんやられたんですか？あ、やってないです。あ、そうなんですね。はい。今やってくださいよ。QR あるから、そこに。その、何ページか前です。すぐ終わる、すぐ終わる、うん。稲葉さんとはワンチャン一緒な気もするんだけど、うん、株元さんとはなかなか、うん、違うとは思うんだよ。まあ、似てんのかな？株元さんどう思う？あえて言う、似てるっていうのであると、うん、なんか、僕と林さんで、意見が割れたりすることって意外と少ないかなと思ったんですね。まあ、そうね。それもあるね、はい。同じことを考えてるけど、取る行動は違ったりするみたいな。ああ、そうだと思う、うん。稲葉さんと一緒はあり得る気がする。いや、そう言ってもらうと。適当な感じで。飲んでない。台形型の人が喋ると、実は言うと論理性がすごい高いので、極めて好き嫌いがすごいはっきりするタイプなんですね。で今回そのディグラムスカウターっていうものも作ったのは、その合理的な人に対してごちゃごちゃ話してもわからないので先に結論言ってよっていうことが好きなので、そういうところは似てるのかもしれないですね、うん、そんなみんな好きでしょ。ごちゃごちゃ長い話聞きたいといいの。みんなどの方だって結論がいいんじゃないの。そんなことないの。いや実際と世の中見てみると、うん、そうでもない。皆さんのタイプの中で言うと普通なのかもしれないですけど、世の中で言うとライン型さんのタイプの人とか、うん、N 型っていう優しい人が多いので、うん、割と優柔不断で話聞いてほしいって人も結構多いんですよ。まあ、女性とか多そうですね。そうですね、うん、だからやっぱりそういった接客業とかするときにやっぱりいきなり結論を言うんじゃなくてずっとふむふむって聞いてる方が居心地がいい環境っていうのもあると思いますね。性格診断をまあ、サービスの中でやることによってその人の性格がまずまだ聞きたい、お客さんも聞きたいですし、そういうのってその方の性格の一番心地よいスイートスポットを探すというのがディグラム診断の特徴ですね。なんかでもあんまりこれ聞いたことないの、なんでなんだろう。流行ってないんですか。裏方で割と OEM の提供してたりとかそういったものをやってるので、今までは受託で受けてたんですけど、と一緒に受託でやってたんですね。ライフルさんって不動産会社さんにものを売ってるんですけど、はい、例えばさんとかああいうところに性格ごとによって話し変える、まあ、つまりその論理性が高い人に対しては結論を言うとか、まあ、そういったもののツールを開発をまあ、この 2,3 年してまして、で2022年にちょうど始めたんですね。手元にある本がその本なんですけど、不動産の営業においてこの性格の人はこういうことを話した方がいいみたいなところがやっていて、それは成功してそれをノウハウ化したっていうところが今回のきっかけです。出ました。逆 N 型の3でパワフルタイプ、はい、寂しがり屋な親分肌って出ました。ぽいわ。あってそうだね。辛辣ですけど、ストックさん株式会社創業株元勇気、あまたのビジネスマンの可能性を引き出すキャリア支援事業を構築。年収アップにこだわる転職支援年収エージェントを運営し、無数のビジネスマンを高収入へと導く。ビジネス戦闘力を見抜くビジネス系毒舌お笑い芸人、株元は手を差し伸べるのか、あるいは同盟に喉元をかっ切るのか。辛辣ですけど、分かったところで何なのみたいなところが一番重要じゃないですか。そうですね、確かに。でそれで不動産営業に生きて、要は受注率が上がるみたいな話。そうです、そういうこと。ということはお客さんと話す前にまず受けてくださいみたいなことをするんですか。待ち時間だったりとか、成立行く前だったりとか、まあ、さっき MBTI の話されてましたけど、性格診断ってお客さんとか一般の人って知りたいわけですよね。で僕らも、まあ、まだ認知が足りないのもあれかもしれないですけど、僕らも割とそういった活動はやっていて認知は取れていますと。たときに診断をやりたいで、その結果をフィードバックするお客さんには、でも裏方ではその人の性格がよりよく分かって対処方法が分かるという、そんな構造をとってますね。なのでやりたいっていうのはどうなんですか。その
元も子もないですけど、うん、具体的にどう変わるのかみたいな、本当に具体に落とし込んだ時に、うん、さっきみたいに結論から話すのを求めるのか、うん、そのちょっとこう前置き長い方が好むお客さんなのかっていうのが結果として確かに出るかもしれないですけど、うん、アンケートの時点で最初から結論から言われるのとちょっとこう経緯から言われるのどっちが好きですかって聞いた方が早いのに、あえて性格診断みたいな、うん、なんかちょっと遠回りして分析した感になってるみたいな感じではないですか、うん、それって性格診断のワンパッケージを聞くので、さっきそのさっき親分派だって出た時に、わ親分派だったとか、自分はこういったLINE型さんだったとか、そういったものを結構お客さんは求めている方がすごい多いです。接客の時にどういう対応がいいですかって答えるより、自分が知らない自分を知りたいっていうニーズがお客さんにはすごいあると。不動産屋に来たお客さんがですか？不動産だけじゃなくて、実際と今多いのは保険だったりとか自動車の営業だったり、僕ら自動車の営業も実際入れてたりとか、そういったこととかをやってますと。で何するんですか入れて。ミニバンを買いに来た人たちに対して、実際これ AB テストやってるんですけど、同じ店舗の規模で性格診断、ミニバン診断っていうのを実際作りましたと。その性格を同じ同店舗でやった時に、待ち時間で待ってる時間の時にパンフレットを見てそのまま放置しとくのと、それが A だとして、 B は僕らの性格診断を入れてフィードバックをする。その時の売上の差というのが大体 1.4 倍上がったというデータが出ていて、性格診断を行うことによって営業マンがどうでしたかっていうことによってアイスブレイクのスピードが速くなるっていうのが効果としてあったというのがありますね。じゃあアイスブレイクだったらアンケート別のっても一緒じゃないですか。例えばですけど、このあなたはこういうのを求めてるんですねというよりは、なんとかタイプですねの方が結構求められてるっていうことですね。実際のところ動物占いでもいいわけですよね。まあ実際のところは動物占いでもいいと思います。ただ動物占いとちょっと違うのは、僕自身はずっと人間の性格を統計的に見るというのが僕の立ち位置でずっとやってるので、この人の性格はこんな行動を取るよとか、こんな行動を取る人ってこんな性格だよというのを類推して研究するのをずっとやっていますと。それをノウハウ化すると。これはノウハウなので、単に営業代理を代販をするじゃなくて、ノウハウをして売っていきたいってことですね。じゃあ具体的に営業マンのトークがアンケート結果によって変わるんじゃなくて、要は対応の仕方変わるんじゃなくて、うん、アイスブレイクになるよっていう話なんですか、うん、今の話だと。アイスブレイクができる会話ができるようですね。それでいうと性格ごとに言い方話し方が変わってくるよっていうことになります。実のデータで結構上がってきてるっていうのがあって、僕らも多分それがどこまでやれるのかは当時は分かってなかったんですけど、なんですけど、その営業合理すると大体店舗ごと 10% の売上上がったっていうデータが出てますね。ディグラム診断で顧客に合わせた営業スタイルを確立する新たなビジネス。導入のメリットを語る前半戦。虎たちが目を光らせる。序盤戦。一体どうなる？桑田さんと僕で、例えば木原さんだったら、桑田さんにはどんな話し方でどんな営業を しますか？結局要はそういうことっすよね。はい、うん、桑田さんの場合だと割とこうポップに、うん、ああそうですねとか、えってこういう擬音語擬態語を多くした方がいいです。分かってもらってる、こうなんですよときに、そうなんですかっていう同調をすごい多くした方が桑田さんに対しては共感が得られる可能性が高いですね。僕はで、野井さんに関して言うと、はい、割と厳しさが高いので先に結論を言うっていう、結論こういうことが言えますっていうのがお好きな方なので、それを言うっていうことですね。でもそれ両立できません？結論言いつつ、へーとかっていうのが一番いいっていう話ですか？いや、多分 M 型という人の性格で、うん、いきなり結論を言われたりとか、いきなりガッと来られると怖いって思う人たちが M 型では多いと思います。僕はへーって言われたらうつらいなこいつと思います。そうですね、そうなんですね。だから逆に一番禁止用語として入ってるってことですね。なんかでも歌舞伎町ホスト界のウォルトディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、年商26億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？なんかでもこれ、まあちょっとカブちゃんの意見に似てるんだけど、株元みたいな営業マンが来ました、桑田さんはこの方だからめっちゃリアクション取ったろっつって、株元の顔でとか言われたら結構腹立つんですよ。いや、そこまでオーバーリアクションする人はないと思います。何お前みたいな、どうしたみたいなって思っちゃうから、なんかこれケースバイケースっていうか、なんかそもそも向き不向きがあるからできない営業トークにもなっちゃうやないのかなみたいな。そういう意味で言うと、全員
いきなりもう初手から使いこなすってのはちょっと難しいです。ただこれフランチャイズにするのもちょっと意味があって、性格診断をやるノウハウも全部教えますと。この性格の人に対してはこういう対応した方がいいですよっていうところだったりとか、まあ、そういった話とかをできるといいかなと思ってます。なんとなく分かってきたんですけど、それをフランチャイズにする意味が視聴者が高いですよ。まさに。フランチャイズに行くまでにまず今の理解で時間かかってますからね。はいはい、うん、あ、そうですよね。でも今回実際と僕らもずっと受託で10年以上やってましたと、っていう会社と今やっていて、初めてそういうフランチャイズじゃないんですけど、そのシステム自体を作ったんですね。この性格の人にはこういう対応してくださいみたいな。そうした時に何をやったかっていうと、今までは単純に今まで全部丸く僕らが作ってたんですけど、そのノウハウだ、つまりその性格診断、このタイプの人はこうですよって研修をやったりとか、アカウントを作ったりとか。ちょっと結論が僕早く知りたいんですけど。どうにせよ高い。ちょっとごめんなさい、台形1のタイプなんで、ちょっと長いっすよね。確かに。フランチャイズやるには理由があってから、今もう、そうね、そうになりました。分かりました。じゃあ、そういう意味で言うと、ノウハウをある程度こうまとめた形で、フランチャイズにした方が、発展的に伸びるということですね。で、そっちの方が今やることですか？今やってる人たちがそんなことないわけですよ。やってるその、例えば営業研修だったりとか、そういうことばっかりやってるわけじゃないですか。だから僕らはそれをノウハウとして性格診断の武器をお渡しするようなフランチャイズというか、ノウハウをお渡しするようなビジネスをやっていきたいっていうふうに思ってるってことです。半分ぐらいしか分かんない。ちなみに僕が加盟したいって言ったらどういう流れになるんですか？加盟してもらって、まあ、営業権をお渡しするような形になるんですね。販売代理と。あなたは何屋さんなんですか？僕はまあじゃあトライチャンネル、うん、トライチャンネル、うん、それはビジネスというか僕の広報活動ですけど、アイステップっていうインスタのチャットボットやってるんですけど、じゃあそのシステムを持ってる僕として加盟したらどんなメリットがあるんですか？アイステップさんだとちょっとどう出るかっていうのはちょっとわからないですね。だからこそ木原さんが大事なのは、要はこの売り先ですよ。そうですね。どういうところがターゲットですかっていう。どういうところがこの加盟店に入ってくれるかが全く分かんないです。見当がつかないから誰にもイメージが湧かないんですよ。そうですよね。そうですよねって相槌がまたおもろいですけど。はい、岩井さん対策なんですね。全部そっちで共感。でもなんか木原さんがなんか使い分けてる気がしないんだけど。実際具体的に何かあんのみたいなリアクション、うん、まあ、さっきリアクションを強めにする、うん、岩井さんには結論を早く、うんうん、なんかそれ以外のパターン全部洗い出しても10個もなさそうなんですけど。いや、そんなこともないですね。そんなことないですか？はい、普通に結論を先言わず本当に受けるっていうものもありますし、書いて物事を見せるとか、基本的には見た時に引いて、接客の場合だと引いて全く話さないっていう接客の仕方もあるわけじゃないですか、うんうん、だからそれは多分皆さんの目で見た定性的な思い込みだというふうに僕は思っていて、うんうん、僕らは定量的にデータを見てそれを分析すると。で、今どんな業種で当てていくかっていうと、26ページ目で言うと、来てる業界さんっていうのが、まあ、美容のエステ、まあ、大体3分ぐらいの多分こう接客だったり話をする時のクライアントさん結構多くてですね、美容エステとかスポーツジムとか自動車販売、金融事業、まあ、あとは病院さんですね、病院とか大学病院とかの引き合いは来てますと。あとは塾とかも割と話は来てます。これを売ろうって思う人がどんぐらいいるんだろうね。なんでこれフランチャイズ化しようって思ったきっかけはもう一個あって、これリリース出しましたって言った時に、元リクルートの人とか保険会社の元営業の人だったりとかが売りたいっていうのを個人的に結構来るようになったんですね。これディグラム診断を作ったシステムを作ったなら売りたいっていうふうになって、まあ実際それ試しに売ってもらってるケースとかもあって、月あたりプラス6アカウントぐらい新規で上がってくるようなイメージです。研修で売るとか代理店として研修で売るってのが普通じゃないですか。フランチャイズで売るっていうところは全くこう分かんないんですよ。まあ、そうですよね。だからリクルートさんとかだとホットペーパービューティーとかスモさんがなんかその営業に活用してくださいで、サロンさんとかに下ろすっていうイメージなら分かるんですけど、単純にフランチャイズっていうのが分かんないってことですよね。うん、まあ、要は SaaS の代理店募集みたいな感じで、セールスフォース担いで売るのか、ディグラム診断担いで売るのか。で、導入するときに、要はシステムだったりとか、パッケージ作って、カスタマイズして、作りますみたいな開発料をもらいつつっていうのは、いわゆる受託ってやつですね。まあ、そうですね。だから代理店募集しますみたいな感じで。まだ元のデータ。シンプルな話ですよね。そういう意味で言うと、僕らもデータみたいなものはたくさん取ってるんですけど、このノウハウ自体のものを、もうちょっとこの業界、
の売る人たちの声を聞きながらそういうのを作ってきたシステムを磨いて一緒に磨いていきたいっていうその仲間を探したいっていうのはあると思いますね。まあ、だからあとはなんで自社で売んないのかっていうところの そこだけじゃないですか。僕らがですよね、うん、直営でやれよっていう意見に対してどう返すかっていう。僕らで言うと営業マンっていう人間がうちの会社には存在してないですね、もともとこの10年間僕はテレビ出て受託するケースがすごい多いですと。それって限界が生じてきますと、事業で言うと。たときに、ただせっかくこういうノウハウだったりとか、喋り方だったりとか、そういったもので、アカウント数がこんな伸びてくるんだよ。まあ別に、やつをまんま横転しようとは思ってるわけじゃなくて。つまりどういうことですか？つまり営業マンがいないからフランチャイズしますってことですか？まあ販路を開拓したいっていうことなんですよね。じゃあ、いくつか質問していいですか？株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王、今宵も聞けるかサービスですよ。いくつか質問していいですか？はい。木原さんが今、なんで、こう、フランチャイズにしたかっていうと、やりたいっていう人がいて、その人が、ちょっと売れ始めてると。っていう、おっしゃってましたよね。それすごくいいことだと思って、はい、フランチャイズの、こう、募集する前に、まあ、実験みたいなのがあったってことですよね。うん、その人たちの、最近の様子はどうですか？やりたいっていう人が、何人現れて、その人たちはみんなどのくらい売ってて、今、いくらぐらい儲かってるか教えてください。始めたのがまだこれの事業でいうと1月からスタートしてる。いや、いいですよ、1月でも。2ヶ月なので。まあ、2ヶ月でどうですか、調子は。今、とりあえずやりたいって言ってる人が大体5人ぐらい今来てますと。はい。で、大体そういう会社さんの OB だったりとか、はい。まあそういう方が売りに来ていて、大体平均すると、鳴らすと6アカウントぐらいですね。1ヶ月しかやってない人が6アカウント、2ヶ月やってる人は12アカウント、平均するとそう、取れてるんですね。大体そんぐらいから。まあ、ゼロの方はもちろんいらっしゃいますけど。で、めっちゃ取れてない人が0。じゃあ、トップの人が、まあ、例えば12取れてる。10ちょっととかそういう感じ。まあ、すごいですよね。はい、で、じゃあ、仮に月6取った人はいくら儲かるんでしたっけ？その、離脱、まあ、解約率、チャンレートが大体 2.8% ぐらいなんですよ。解約率聞いてないんですよ。いくら儲かるか教えてくれる。6アカウントぐらい試算しなくても出せる。結論から言わないですよね。質問に対する答えが出てくるまでに性格診断の結果かもしれないです。あ、そうですね。でも そういう性格なんですか。結局相手のこと分かっても自分は変えられないってことなんじゃないのかということは導入しても研修しても変えられない。いや、僕絶対そうだと思う。なんか散々営業マン育ててきてて思うのが、結局人は変え、なんか根底は変えれないから、タイプが変えられないんだったら自分に合った顧客を見つけていくが僕はベストだと思いますよ。今日はけど難易度高いのはいろんな種類の人がいるから個別だったらできるのかもしれないです。フランチャイズ展開の必要性、ビジネスの全貌を探る前半戦、志願者の提案に理解を示しながらも虎たちは疑念を抱き始める。次回後半戦、この空気打開できるか。採用の時のね、それこそリクルートがやった SPI とか、うんうん、ああいうんだったら大量に行くじゃないですか。営業とか接客でって言われちゃうと、そこまでどんどん広がっていくイメージが全くわからないんだよな、今のところ。